はい、おはようございます。炭酸生態のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、炭酸生態の効果実証済みのコンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、この野球肩で力が入らないっていうお話をしたいと思うんですけども、中学生の方がですね来られて、ボールを投げることでやっぱり部活とかで多いじゃないですか。で、投げてる時にですね、急にどんどん力が入らなくなってきて、最終的に投げようと思ったら、今まで 100% で投げてるものが 70% ぐらいになってきて、翌日になるとですね、もうそこまで投げれない、いわば半分 50% 以下になったらしいんですね。もともと 100% で投げれてたここは 70% まで、腕の振る出力が落ちて、最悪現在 50% まで落ちちゃったわけですね。まあ、こういうことってですね、やっぱスポーツしているとやっぱ怪我故障っていうのがあると思うんですけども、僕のところに来られた場合こういう症状が多いんですけども、まずはこれですね、炭酸でまずその筋肉の周辺の、血液の循環を上げていくっていうことを一つまずやります。それをやることによってですね、おそらく僕が思うには、中学生とかだったらですね、このオーバーユースを使いすぎっていう原因が非常に大きいわけなんですね。あとこれをすることによってフォームが崩れる怪我、もうこれがね、中学生とか高校生あるあるだと思うんですよ。練習ひたすらやらされて疲れてフォームが崩れて、それは痛いから、あなたもはあると思うんですけど、仮に右足を捻挫したら右足に体重かけれないじゃないですか。かけれない状態で普通に歩いてると体がいがむのと一緒で、使いすぎて疲れて投げてるつもりが痛いから、投げるのをこうごまかしながら投げて、そっからフォームが崩れて怪我をするっていうパターンなんですね。要はこう肩からこうちゃんと投げないといけないのを腕投げっていうんですかね、手投げしてしまうっていうような状態、極端にもそういう状態なんですね。でまずこのオーバーユース、これを疲れを取ってあげるっていうことが一番です。疲れを取る、よくおられるんですよ。でも練習休みたくないとか、練習しないとダメだとか言われてるんですね。でもこの疲れてて練習してたら無意味なんですよ。それを、指導者であったり、そういう学校の顧問の先生に言ってほしいんですけども、疲れてる時にパフォーマンスなんて上がるわけがないんですね。もう疲労がピークに来てるのに練習して、あと何が起きるんだろう、もう怪我ですよ。怪我しか起きないんですよね。それを、考慮して疲れようとする日であったりとか、ケアをする日を設けてほしいと思うんですね。で、僕が携わってる部門の顧問はそれをよく分かってます。しっかり練習してしっかりケアをさせるっていうような状態でですね、1年通じて怪我をすることが減ったらしいんですね。ほぼほぼなくなったらしいんですよ。そういうような状態に持っていくのが本当の教育者であったり顧問の先生だと思うんですけども、みんなやったらめったら、自分らのその昔の根性論ですが、僕らが中学校の時に教えてもらったような根性論だけでは今まで成り立たないわけなんですね。で、僕はこのスプレーっていうので疲労回復する、その次がですね、正しい体の使い方なんですよ。例えば野球でその自分の体の力を出し切ってボールに力を預けて投げる、出力する時のこの動きとかでも、ちゃんと肩、肘、手首からこうしならして投げるっていうこのフォームがあると思うんですね。でもこれをちゃんと伝えていかないとまた怪我しちゃうんですよ。で、その肩だけじゃなくて、肩甲骨から肋骨、ここら辺の筋肉の柔軟性であったり、ここの疲労まで取らないといけないんですよ。だから僕は野球肩の場合はその肩周りだけじゃなくて、肋骨周り、胸郭って言われてますね、肋骨周りと肩甲骨、この上半身でいうとそこの部分を、疲れを取ってあげる筋肉の柔軟性を上げていくっていうことをします。さらに状態が良くなってきたら次、腰ですよね。腰から脇腹、斜腹筋とかあるじゃないですか、背中ですね。こう順番にですね、一つ一つ正しい方、正しい体の使い方をしていくために、肋骨、肩甲骨、次腰、脇腹、背中と順番にですね、体の使い方を正していかないとまた怪我しちゃうんですよ。なので、もしあなたがですね、野球肩で周りに野球肩の、
知り合いがいたりとか、野球肩で悩んでる自分の教え子がいたりしたら、まずは炭酸スプレーを使ってください。炭酸スプレーで疲労回復させる。そっから正しい体の使い方、肋骨の周りを緩める、肩甲骨の周りを緩める。その次に腰回り、骨盤周りの筋肉を緩める。そっから脇腹、背中、この順番で体の使い方を直していくと怪我がしなくなります。ぜひですね、一度試してみてほしいと思います。やってみてください。またですね、野球肩の症状でもそうなんですけど、スポーツしている人、日常生活で体を痛めている人もこういう順序でケアしていかないといけないんですね。また今後ですね、こういう体の正しい使い方ということで、肋骨であったり肩甲骨のこの施術方法をですね、一度動画で配信したいと思ってますんで、また楽しみにしておいてください。それとまだ質問であったり何か気になることがあったら、詳細ページのところにですね、メールアドレスをつけておきますので、こちらの方に送ってください。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。はい、今日はですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったなとかためになったと思っていただいたら、いいねのボタンをよろしくお願いします。またですね、有益な情報をどんどん配信していきますので、こちらの方にボタンを用意しておきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。じゃんじゃん。